これが上原浩司修の同魂考えない疲労回復一郎の言葉。前半戦を終え結果を出している上原、ロイターイコールサプデイスポーツ。拡大写真。上原浩司修、中継ぎピッチャーズバイブル、カブスの上原浩司修投手、42か山あり谷ありだった前半戦を終えた。8球で三者凡退に片付けたこともあれば、無四満塁での登板や連打を浴びてイニングの途中で降板したこともあった。このように読めない起用に応えるのは容易なことではないが、ここまで33試合に登板して2勝4敗2セーブ12ホールド、防御率に73、現地時間12日現在と結果を出している。どう対応しているのか。特別区画考えない方がいいってこと。やるのは人間ですから。メジャー9年目、上原はオールスター戦休みを前にこう話した。初めて所属するな、リーグ球団での対応について開幕直後には1ヶ月くらいは様子を見ないと、と話していたが、3ヶ月過ぎた今、深く考えないことで落ち着いたようだ。初めてあるいは対戦経験の少ない打者との対戦やデーゲーム4連戦、本拠地ではメジャー移籍後初となる室内ブルペンでの待機などを余儀なくされているが、昨季までと同様、試合が終われば次の試合、次の登板に向けて切り替える。上原はオリオールズ、レッドソックス時代は8回を任されるセットアッパー、9回を占めるクローザーなど大まかながらも登板するイニングが見えていたが、カブスでは何回というよりも6回以降に準備をしている。言われたところで勝ちゲームだろうか負けゲームだろうがあると思って準備をしている。開幕から明確なパターンがない。新鮮という見方もあるが、出番から逆算した準備がしにくいことを考えると相当タフな役割だ。カブスのブルペン陣で役割がはっきりしているのは抑えのウェイド・デイビスだけ。上原は6回、7回、8回のどこかでの出番をイメージして待つのだが、実際には6回がなければ7回、7回がなければ8回、8回や9回がなければ延長に備えるといった具合だ。マドン監督がコーチだけではない。ストロッピー、ペドロ、ストロップも、エクトル、ロンドンも、去年とは違う仕事を全うしてくれていると評価するように、8回までの終盤に誰がマウンドに上がるのかわからない。もっとも、そのことは相手チームも読めないということになるが。それでも、上原が毎試合、しっかり準備ができるのは、リリーバーとしてのルーティンを確立させているからに他ならない。トレーニング、コンディショニング、食事、睡眠などだが、その中でも、上原が重視しているのが疲労回復。上原は、回復させるのに大事なのは休むこと。一番は睡眠。食事も大事やし、あとはオンとオフの切り替えでしょ。いい日も悪い時も、その日はその日で終わり、と話す。そのためにも、まずはリラックス時間を作ることが大切だという。
またシーズン中は投げた後とかは何もしないし、投げる前に治療したり、まあその日その日で違いますけどね、と話す。準備や手入れに費やす時間をどうマネジメントするかも重要だ。では試合後に欠かさないアイシングについてはどう考えているのか。毛細血管が切れて炎症しているわけですから、そこを冷やしてもう一回温かい風呂などのに浸かれば一気に血液が流れるという考えで、試合後は肘や腰などを冷やす。上原はこう続ける。アイシングをしなくてもという人もいるでしょうし、やり方はいろいろ、その人の感覚ですよね。まあアイシングは予防ですね。ボストン・レッドソックスの時もそうでしたけど、任せられているところがあるので、そういう状況だからこそきちんとやるべきことはやる、それが大事。3月のワールドベースボールクラシック WBC で再会した巨人の村田義則バッテリーコーチ43は、上原について怪我から学んだことも多いはずと話すが、上原はそこをプラスには捉えていない。怪我しないのが一流ですよ。だから僕は一流にはなりきれなかったということ。イチローさんとか松井さんとかね、ああいう人たちが一流ですよ。田中将大も哀れながらも投げているし一流ですよ。僕の場合はシーズンによっては1ヶ月半ばとか2ヶ月休んだりしているわけですから、そういうのは一流ではない。6月下旬のマイアミ遠征中にはマーリンズのイチロー外野手43とビールドで話す機会を得た。後日、上原は自身のツイッターでいろいろヒントをいただきましたと報告した。確立したルーティンを地道に繰り返している2人がどんな言葉を交わしたのかは大変興味深い。上原は少しだけヒントをくれた。ヒントになったのは会話の中のイチローさんの言葉です。一年を通してというのではなく、その時その時の考えっていうのを聞いただけなんですけど、野手と投手とかそれは関係なくて、一人の選手としてですね。